皆さん、こんにちは。今回は、先日ちょっと糸を買いましたので、その紹介と、あとは、後半は、前回の刺し子の続きをやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい。買ってきたものはもう見ていただいている通りの糸でございます。なかなかやっぱり実際見て、買える機会っていうのが、なんかね、やっぱり貴重といえば貴重なので、なんかこう吸い込まれるように、食い入るように見て、なんかあれもこれも、でもどれもどうしようみたいな、そんなことをぐるぐる思いながら、買ったっていう感じですね。20番手3本よりが、もうこれがもう一番大きいです。これ100グラム。何メートルっては書いてなかったです。100グラムって書いてあったので、それがこっちですね。で、20番手4本よりが、こちらの真ん中のこの2本になります。これが25グラムですね。で、あとは、だから、細い方から、だんだんこっち側が太い方になっていくっていう感じですね。で、最後が、こっちの二つが、20番手6本よりが、これが20グラムっていうふうに書かれてました。の、これが、こっちですね。これがね、なんか細い糸が、だからまんべんなく欲しかったんですよね。どの太さの糸も欲しかった。で、一番細い糸は、っていうふうに伺ったときに、このサイズだったんですよね。その日によって、ちょっと違うのかが私はわからないです。私が行った日っていうことでお話しさせていただきますと。で、その中から、私やっぱり、ピンク系と、このライトグレーの合わさった糸っていうのは、やっぱりこう、もう好きな、自分も今まで刺し子をしていてわかるので、これは好きな系統の糸だっていうことがわかるので、このサイズでも、私、この、一番細めの、この中では細めの糸になりますので、一目刺し、これで刺したら、なんか楽しいかなとか、そんなことをちょっと考えながら、こちらの方を、もうね、ほんとさっきも言いましたけど、なんか吸い込まれるように っていう感じで。これはもう致し方ないと思いました。はい。またね、もうそうそう機会がないのでとか、いろんな言い訳を自分の中にしていたっていうことで思ってください。で、なんかこう改めて見ると、なんかこの真ん中のこっちの2本がはっきり系で、こっちが淡い系、淡いっていうか、この辺りもはっきりして入ってますけれども、この辺りはもう本当たまたまねえ、こう、色を見ながら、なんか直感でっていうか、ね、こういう感じの糸ですね。ね、だから開いてみてどんな感じなのかみたいな、全部そうですけど、これは多分ね、青系が欲しいと思ったんですよね。青系もあったらいいなと思って、多分、手に取ったんだと思います。でも、あとはもう、なんか、何系がっていうよりは、もう、ただただ、直感でっていう感じですよね。このあたりは。こっちが、一番優しい感じのトーンの色ですね。私は、だから、こっちが、買った中で、こっちが太めなので、私はこれだったら、あれですね。麻の葉の模様、ちょっと大きめサイズの方の麻の葉の模様のものは、をちょっとこれで刺したいな、なんてちょっとぼんやり思ったかなっていう感じはありますね。い。いやー、こうなってね、ねじねじってなってる時と、あとこう、くるくるって巻いた時と、またちょっとね、イメージ、見た感じのイメージ違ってくるし、あと、もちろん実際に刺し子をして、どんな雰囲気の、付近に仕上がるか、そういうのもね、楽しみだなと思いつつ、あとちょっとこれね、この状態で一通りそれぞれ糸の写真もね、
おいおい取ろうかなっていうふうには思っていますので。それで、あとくるくる巻いて、で、実際差し込んだって、布巾って完成した時に、こうね、最初はこうだったところが、模様になるとこうなるみたいなところの比較の写真とかね。まあ、そのあたりは、何か差し子をね、こちらの糸で刺して出来上がったら、おいおいそういう感じもしたいなっていうふうには思ってます。まあね、こういうふうにね、糸とかこれだけあるとですね、まあ模様もいろいろ私、バリエーションを増やしたいっていうのも常々思っているんですけど、とはいえ同じの繰り返してるっていうこともあるんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、総じて、なんか尽きることはないなと。これやりたい、あれやりたい、みたいなことが、尽きることはないし、なんかやり尽くしたがないなっていうことが、だからかえってそれが、ああ、長い間楽しめるな、刺し子って、みたいな風に私は感じているっていうところです。はい。あ、ということで、まあ、買ってきましたっていう紹介になりますので、あ、そうですね、こうやってね、糸、詳しいわけではないですので、その点だけどうぞご理解ください。買ってきましたよ、みたいな感じのお話をしたっていうことです。はい。じゃあ、こちらを一回、ちょっとね、しまっちゃいますね。こちらをしまって、続きですね。前回からの、刺し子をしていたものは、こちらの模様になるんですけど、あ、まあ、一番細いって言ったら多分こちらのね、細い糸なので、こちらの糸が特に、今ね、見ていただいた、買ってきましたって糸よりももっともっと細いですね、これはね。こちらはね、こちらはもっと細い糸ですね。こちらの糸で刺し子しています。はい。じゃあ、どこまで行ったかっていうのをちょっと見ていただこうかなと思います。あ、なので、もうなんか、今日はほんとちょこっと刺し子をしようというか、糸ね、買ってきたので見ていただいて、あと続きこんな感じまで行きましたぐらいな感じかなと思って動画を撮り始めているので、刺し子、まあ、ちょっとしようとは思うんですけど、前回から何か、新しいところに入るわけではなくて、もう、ただただ続きになります。前回もそうだったんですけど、横のね、ギザギザが終わって、縦ラインに前回から入ったんですよね。で、その縦ラインの続きっていう感じになってます。で、大体真ん中あたりから始めまして、で、糸がある程度の長さ、私、こう両手広げて2回分くらいな感じで、大体これは切ってますかね。それで、こう上まで行って、下まで行って、みたいなところで、こう行けるところまでぐーっと行ってって感じで、今、ここになりますね、端っこが。端っこはこうなります。なので、ここの下のところから、まあ、隣の列から来たんですけど、で、こっちの列に行って、そこからぐーっと刺し子していって、今ここまで来たっていう感じなので、あとはこの続きをやっていこうかなっていう感じですね。今ね、ここにありますので、まあ、ルートとしては、ここに今あるので、糸をここを渡して、ここを刺し子して、で、またここをさらしとさらしの間、糸を通して、で、ここをまっすぐ行く。そしてまた、さらしとさらしの間、糸を通して、ここのね、短いところですね。ここを刺し子するっていう感じです。で、多分、まだ糸がですね、ある程度長さがあるので、ここの端っこまで行ったとしても、まだ残ってます。ですので、ここのね、隣にぐーっと行きますね。外枠のところを間重ねる、重ねる間に、針を通していく感じになって、で、そこから今度は上から下に行くっていう感じですね。ここが端っこになってるんですけども、ここからぐーっと下に行く。まあ、ただそこまでは今日は刺し子はできないかとは思うんですけど、今、針でこう、通ってるルートですね。このルートで、ぐーっと下まで
向かっていく感じになりますね。ちょっとね、やっぱりこの模様って若干複雑なんですよね。間で、さらしとさらしの間に通すところもありますし、あと、ここをその後刺し子するんですけど、どっちだっけとかね、そのあたりが、結構迷子になるかもしれない模様ですね。なので、私はそういう時は、上下どっちが上だったっけみたいなことはちょっと気にする感じはあるかもしれないですね。手に持ってくるくるしちゃうので、自分がどっちに向かっていってるかっていうのがわかんなくなるんですよね。だから、そのあたりを、それでもちろん今まで違うルート入って迷子になってしまったことも、今回のこの模様じゃないにしても、もう今まではそれはね、何度もやって、もう間違ったルートのままで行く時もありますし、あとは、これ戻った方が手間じゃないかなと思うのは戻ったりとか、それはもちろんその時のね、どれくらい進んだかとか、その時の模様によっても違うんですけれども、もうそれは何度も繰り返して、間違ったルートを行ったりなんかした中において、私は何を意識してるかっていうのは、さっきも言ったように、ちょっとね、くるくるしちゃったりする、ちょっとね、角度がね、変わったりとか、まっすぐ一本道とかではないので、なので、自分がどっちに向かっているかっていうのと、あと、上かし、上、このさらしの中の上に向かってるのか、下方向に向かってるのかとか、そのあたりは気にかけるようにしてます。で、例えばここから今始まるんですけれども、これって今こっち側に向かっていきますよね。こっから大まかに行けばこっちの外枠に向かっていく。で、こっちはどっち向きだってなった時にこれ上向きなんですよ。で、これ上向きはどっちかっていうことは、これはどういう晒しの仕立て方にするかによっても変わったりはするんですけど、これもね、私仕立てのことはなんかめっちゃ言うんですけど、私は、好んでね、自分が好んでいろんな仕立てあるかとは思うんですけれども、私が好んでいるのは、片方は二つ折りにしている。で、反対側の片方は、縫い合わせている。ですね。で、両端は元々あった晒しの幅を利用して、もう耳の硬くなった部分を利用する。これ結構何回も言ってるんですけど、そういう仕立てになってるんですよね。なので、そういう場合において、上下は縫ってないか縫ってるかっていう差があるんですよね、この場合は。だから、この縫ってるところを下にして、自分側っていうことですね。自分側にして、で、この二つ折りにしている方ですね。こっちを上、自分から向かって上にして、みたいな、この向きだっていうのが、まず、大前提として、自分の中で決めておいて、で、その上に置いて、今はここから上に向かう流れになる。で、それを意識します。ちょっと指の気をちょっと取りますね。ちょっとガサガサするかもしれません。なので、続きなんですけど、今はさっき言った、二つ折りにしてる方が上なので、で、今は下から上の方向に向かっている。そのあたりをまず意識する。で、こうやって刺して、行く中において、多分いろいろ向きが変わるときに、あれって思ったときに、もうどっちだ？どっちだ？みたいな。こことね、ここの塗ってるとこと、ここをちょっと、チラ見して、チラ見でも何でもいいんですけど、見て、こっち、今こっち側向かってる、みたいなことをね、意識して、そうなるとこっちだな、とか。そういうのをね、晒しの向き。あと自分がどっち側に向かってるのかっていう。だから今度は、端っこまで行ったとしたら、今度こっちになって隣の列に行く。隣の列に行ったら、今度上から下に向かって差し越していくようになる。そしたら、この下の方はこっちだなと。こっちの縫い合わせてる方に向かっているんだなとか。そのあたりを差してる途中途中に、なんとなく、気にかけながら差し子をしている。で、できるだけそういうふうに意識することによって、迷子になってしまう。迷子というか、ルートをね、外れてしまうということがあるので、そのあたりを回避するようにっていうことですね。それを意識しているっていう感じです。
で、このあたりの、まあ、今は向き、迷子になるのを、どういうところを意識してるかみたいな話をしたんですけど、まあ、この後はですね、刺し子 まあ、し始めてるんですけれども、このあたりは、もう私、前回の、動画でね、もう同じルートなので、あえて、特に言うことはないというか、結局やってることはね、同じなんですよね。なんか私、そういうのが好きなんですよ。まあ、そういうのってどういうのかっていうと、ある程度法則が決まって、ここからここまでの区画はこういうふうに刺し子しようって決めたとする。まあ、決めるってね、なんか、ね、ちょっと手間っていうか、あれかもしれないけれども、まあ、とにかく、ここからここまでは、こういう感じで刺し子するっていうのを一旦決めれば、あとは私が好んで選ぶ模様っていうのは、ひたすらその繰り返しができる模様なんですよね。場所が違っても、ここ同じパターンだ、同じパターンだ、みたいなのが、こう繰り返されてる模様なんですよね。で、だから、ここの部分だけを、決めれば、あとは、まあ、それの繰り返しで、順々と、それにね、準じていけばいいっていうことになりますので、っていう模様が私はとても好きですね。その都度考えなくていいからですね。そこの、ある程度ここの部分をこういうふうに、刺し子すようみたいなことがね、決まってくれば、それをただひたすら繰り返すっていうこと。なのでね。皆さん、どういうね、自分がどういう模様が、傾向として好きかなんていうのはね、あるかとは思うんですけど、私はまあ、どういう模様であっても、ある程度規則性のある模様が好きっていうことですね。こっからここまでのパターンが決まれば、あとはそれを、こう、繰り返して、この布を、まあ、敷き詰めていくっていう表現は違うのかな。まあ、繰り返してその通りに刺し子をしていけば埋まっていくと。まあ、そういう模様が非常に。なんかその繰り返しが私心地いいなっていうふうに感じるんですよね。んで、そういうことを考えると、やっぱり伝統的な模様刺しっていうのが、どうしても、パターンとしては、多くなる傾向にはあります。あと、一目刺しでも、難しいのが、私、やっぱ一目ずれてしまうと、模様の、浮かび出てくるのが変わってしまうっていう、あの辺がやっぱり難しい。あと、やっぱり、くぐり刺しもほぼしないっていうのは そういうところ、ちょっと私にはやっぱり、なんか淡々と、だから私がまだそのね、そこを考えるレベルというか、モチベーション上がるかってなった時に ちょっと私には難易度があって思って、なんか自分が好きなのを淡々とやるのが楽しいなっていうふうにね、思っちゃったりしてね。でも、もちろん、バリエーションが広がった方がいいっていうのは思っているので、そこはね、おいおい進んでいきたいな、というのは、思っております。はい。で、まあ、そんなことを話していたらですね、この上を意識して、上ですね、上は、ここの二つ折りにしてる側ですね、さらしの、仕立ての、仕立て方がね、さっきも説明したように二つ折りですね、こっちは。で、その向きに、の方向に行くように刺し子をしていて、今、こっちの外枠の部分に差し当たりましたので、今度は、ここの隣ですね、ここに行きたいので、そうすると、今ここで裏なんですけど、針が、まあ、針というか糸がですね、出ておりますので、あと裏で一目、こう刺してですね、この流れに沿ってですね、流れに沿って針を入れてあげて、そこから、ここの外枠のところですね、ここをですね、どうしましょうかね。重ねる、じゃあ今回重ねてみましょうか。これくらいだったらこう、
なみなみなみって、さらしとさらしの間を針を通しまして、なみなみなみって言ってもいいかもしれないですね。それか、私は今回は、裏で重ねる作戦にしようかなとは思います。で、ここで、裏の針目と同じところに、私は途中から出してあげたりしてるんですけど、ちょこっと重ねるっていう感じですね。で、ここの時は、やっぱり、方向をすごく私は気にします。要するに今まではこの向きで、まあ、ちょっとだけですけどね、1センチぐらいですけどね、この向きで行ってました。だからこっちですね、こっちに行って。で、それがちょっと鋭角に、今度こっちに行くっていう感じなので、ここのね、角のところですね。こうですね、そーっと。そーっと。ここのこう曲がるんだ。っていうことは意識しながら今ちょっと糸を引いてあげました。糸引くんですけど、でも引きたくないところは、右手の人差し指と親指でちょっと押さえてあげて。でも向きはね、こっち、今度外枠のところ行きますので、こっち側になりますからね。こっちに。なんか、この向きで。こっちまで来てたら、ここでキュッとそっちに行くっていう。この向きは結構意識しながら刺し子をしていきます。どういう糸の向きになっていくかですよね。で、まあ今一目ちょこっとだけ裏重ねました。で、次の針目のところに、私は今回はちょっと重ねる感じで進んでいます。ちょっと手元に集中するので、フレームアウトするかもしれませんし、ちょっと無言になるかもしれません。ある程度、この縦の線の近くまで来たので、多分これ最後の、どうかな。ちょっとわかりにくいな。あ、ここの途中ですね。今、このあたりまでだいたい来ました。今、針は、あ、糸はこっちに、の表に出ています。で、今、このあたりまでですね、来て、今、ここですね、ここまでぐーっと来て、その後にこの鋭角にこっち側に来てるんですよね。で、今、ここまで来たっていう感じです。で、ここから次、縦ラインの方ですね。この向きですね。こっちの向きに行きます。はい。じゃあ今日はこのあたりまでにしようかなと。まあ、次の列まで行きましたっていうところですね。そこまで行きました。ちょっと今日刺し子したところを、まあ表を見ていただいたので、裏からちょっと見ていただく。まあ、多分このあたりから来たのかな。表はこのあたりから来て、重ね、まあ、糸を通して刺し子して、糸を通して刺し子して、糸を通して刺し子した。まあ、刺し子しててずっと刺し子なんですけど 縫った。で、裏で重ねて次の列に行って、ここまで来ました。そのあたりがこう裏ですと、このあたりですね。ここからだ。裏から見ていただきますと、このような感じですね。いやー、でも、このね、細さで、このあれを刺すのもいいなーって。
ここね、ここすごい私、ここ可愛く出したい。ここの、この、この、ここね。あー、フレームアウトしちゃった。ここ。ちょっとなんかボケちゃったらすみません。ピント合ってるかよくわかんないんですけど。ここね。もうでって感じなんですけど。でって感じなんですけど。なんかここが、やっぱね、難しい。細い糸でこう重なってるからね。やっぱりこの中での中心を合わせていくのってなかなか難しいなって思うんですよね。これがもうちょっと太い糸だったら、やっぱり重なりも、もうちょっとこう、ぷっくりしてくる感じがあるので、結構、別にそこまで中心点が揃ってなくてもって感じですけど、やっぱこの繊細な細い糸だとね、ここの、できるだけこう、中心に、で、こう、重なり合った方が、可愛くここ見えるよな、みたいなことを思ってですね。で、ここからこう、ピーってね、こう行って、で、ここを通って、で、外側を、重ねて、今、ここですね。ここまで来たっていう感じですね。そう、だから、やっぱりこう、ここなんですよね。あ、ここなんですよね。っていうか、まあ、今、交点のこと言ったんですけど、あと、こう、例えばですけど、ここの縦ラインでこう差し子をしたときに、いかに、このね、最後の、この縦ラインの話をしてるんですけど、例えば、ここのね、向き。私は傾向として、この最後の向き、最初とこの最後の、この向きですよね。ここがね、やっぱり、ね、油断しがちさんだから、ここをいかにこう、このまっすぐなまま、ピーンといけるかっていう。で、こういうふうに、いい感じにこう、最後までね、これですよ。このね、端っこの、ここまでこう、ちゃんとこの規則、正しくこう、ピーンっていける、まあ、いける箇所が多ければ多いほど、まあ、総じて満足いくなっていう、刺し子の、この全体的に仕上がった時に、こう自分がですけど、自分が満足いく刺し子に仕上がるのではないだろうかと。まあ、そんなことを思いながらですね、今回のこの模様はどうかな、なんて思いながら私は刺し子をしてます。前回と同じところを基本的に同じパターンのところ差し越してるから、そんな何も喋ることないなとか思いながら喋っても、動画撮り始めたんですけど、結構結局30分近くは喋るなっていう。まあ、でも今回は差し子糸の話もね、ちょこっとしたので、まあそれもあるかとは思うんですけど、はい。ということでですね、今は、今回はね、この辺りをね、ちょこっと差し越したんですけれども、全体的にこの縦ラインは、ここのゾーンがですね、ここのゾーンができてきましたので、あと今こっち側向かってるので、こっち側を終わらせて、あと、同じようにこっち側の縦ラインを終わらせ、どれくらいのペースでね、いけるかなっていうところかと思います。どうですかね、年内にもう一回くらい動画撮れるのかどうか問題。撮れるタイミングとか、あと、まあ、こちらの模様の進み具合とか、あと何について話そうかな、同じことの繰り返しだからな、話すことないかなとか、まあ、そのあたりがいろいろ頭の中でですね、まあ、ちょっとぐるぐるしたりもするので、どうなるか、ちょっとわからないんですけれども、はい。基本はだいたい毎日、刺し子は、ね、どれくらい進めるかっていうのはその時その時によって違ったりはするかと思うんですけれども、適宜刺し子は、できるだけ、ま、自分が楽しいのですね、楽しいので進めている感じでございます。はい。ま、次回も多分これの続きかとは思うんですけれども、ま、何かね、これ話したいっていうのあったら話すかもしれませんが、基本はこちらを進めていく感じになるかとは思います。年内にもう一回は撮れたらいいなっていうことは思ってます。はい。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画を撮る励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。